おはようございます。あ、始まってます。まだやめて。もうこんにちはで、ね、今こんにちはか。あ、もう2時です。やばいです。あと2時間。え、2時間もない。2時間もないじゃん。さあ、はあ、あ、ボード来た。おはようございます。あ、おはようございます。おはようございますの時間ではありません。今日はムクミンとナビでワカサギ釣りにいる会議に来てます。ちょっと今餌をつけておりますので喋れません。ちょっと出た。仕事終わりでなんかちょっとプラッと釣り行こうぜって言って来れるところがいる会議なので、午後から1時間半か2時間ぐらいしかありませんが竿を出してみたいと思います。はい、気軽に来れるワカサギ釣りはさ、ね、午後からちょっとし時間あるで行こうかとか、ちょっと暖かくなったで行こうかって、これからできる釣りなんで。本当ですね。どんだけ釣れるか分かりませんけど、じゃあもう早速スタートします。はい、やっていきます。本日もご視聴よろしくお願いします。フロックドラグフルロック、フルロック、ワカサギドラグいる？午後からだであんま釣れんかもしれんけどさ、ちょっと10は超えたいね。ね、あ、起きた？違う、バックラリン。イエーイ、バックリン。バックリン。あ、来た。当たったぞ、今。ボトム？うん、ボトム。ボトムにおるよ、これ。今、プルプルンってなった。釣れてんの、これ。おー、来た。ファーストヒットー。重いんだけど。ギルじゃね？え？ギルじゃね、それ。ありえるね。あ、もうでもこれ俺坊主流れたわ。いや、ギルは坊主やね。いや。さあ、初手。ワカサギ。一番下についてる。いいなぁ。昨日も500匹釣れてましたからね。は？500匹2人ぐらいいましたよ。500？ うん。どうやって釣るんだっけ？ちょんちょんするんだっけ？うん、なんかこうやって、なんかこうやって誘ってね。そんなに詳しくないからわかんない。適当だぜ。それができるワカサギ釣り。ガチな人からしたら怒られるかもしれない。怒られるかな？怒られそうじゃない？お前らワカサギ舐めすぎやろ。俺だからいいんです。ゆるさがね。当たらんのやけど。偶然の一匹？偶然の一匹。あ、ボトム見てよ。感度。マジ？うん。当たった！ほんとや。ラッキーレイカーすごいね。今回も大活躍、今年も大活躍ありがとう。ラッキーレイカー釣らんと意味ないんやけどね。来た。おー、来たやろ。来たやろ。これ来たこれ。どんどんなっとるよ。来とる来る。ラッキーレイカーや。本当にほら、イエーイ。やったー、1匹目一番下でしたね。やっぱねえ、ボトムしかおらん。あれじゃ、バレたんだ、みんな。バレたみんな。じゃ、早い。今、あれやって。今、地合いやって。来るよ。俺らもうライン角度つけた。え、マジやん。2匹。ダブルヒッツ。プラス。ナイス。めっちゃいいサイズやね、やっぱ。ね。南蛮漬けには一番いい。2020。もう一回なし。よーし、この調子や。久々すぎてさ、何？どうしたらいいのかわからない。何を？手返し。赤虫残っとるね。ちょっと、ここに残っとるって。みん鼻くそっぽいみたいな感じやん、それ。お、何だっけ、鼻くそ。ノーザカムシキャノ。ノーザカムシキャノ。ノーザカムシキャノ。もう完全に背中向けとるダメやんこれ。あ、ちょっと。あ、違う。鼻が出すぎてさ。座れんの。まさに和式便所に座って。あ、釣れとる。聞いてみ？腹が出てる。和式便所釣り？和式便所釣り。どれ？はい。え？でかい。ラボテ。あ？ラボテン。腹いや、ちょうどあれや、腹がさ、つっかえてさ、それのって言った時、やっぱちょっと空気読んでくれたやね、腹もてわかさぎです。釣れるね。ちょっと10匹目指そう。もう10匹いった？もうすぐ行くよ。最初まだ15分目。いや、もう終わりもあと1時間ぐらい。イエーイ。
見てす。腹ボテやね。腹ボテ。今年のイルカ池は大きいみたいだね。なんか去年ちっちゃかったやつの残りでしたっけ。何年、2年魚って言うの。2年魚なのかな。去年ちっちゃかったもんね。やばかった。当たり取れんかと思って、合わせんとならんかったし。ほんとそれ素人じゃなかなか難しいレベルだったよね。カメタルより難かったよ。間違いない。あのあたり、おお、もつれた。俺も釣れてるやん。ちょっと待って、おお、もつれてる。もっと泳がせて、何、縦掛け。俺も縦掛け行くわ。釣れた。ちなみにね、あ、レイカさん、反応あります。めっちゃ反応あります。めっちゃ当たるんだけど。ラッキーがレイカしてます。めっちゃ当たる。イエーイ、ダブル。ナイス。はい、ダブル釣って。あ、俺これダブルかもしれない。そう、ダブルミン。ダブルミンかもしれない。何でもミンつけりゃいいもんじゃねえ。シングルミン。イエーイ、シングルミン。もう10いったんじゃない。いった？いっとるっしょ。目標達成？帰ろうか。適当やな。ゆる。だな、当たった。ないな。よし、乗った。よっしゃー。びっくりしとんね。美味しそうだよ、ね。めっちゃ美味しそう。食べ応えがありそう。え、いやー、3じゃん。やったじゃん。やだ。早く。何何。ごめん、釣れてんのか。ごめん、一匹しか釣らんもんでさ、釣れてると思ってなかったわ。よう釣らんで。あゆも釣らん。ムカつく。ブリも釣らん。釣れんもん俺は。魚うんないで。あーし、あーし。今ちょっと感動ないんですけど、まあ多分もうちょっとしたら入ってくると思うんで、辛抱強く頑張ってください。あれ？おお、来た。あれ？え？遊漁船の船長。よっしゃー。うわー、素晴らしいね。よっしゃ。次あれやる？あの、でこ。何？でこ。あ？でこ。餌つけてるから見えないんだよ今。え？でこ。いるいる？でかいほら。何？でかい、ちょっと待ってよ。でこ。マジかよ。ピープ言っとる。泣くぐらいでかいんだけど。手出す。うわ、ちょっともう。手で言うと。あの、中指ぐらい。中指、親指、人差し指。俺の、ちょっと、中指ぐらい。中指ぐらい。中指ででかい。こんなんで。でかない。ほんとだ。うまそう。よっしゃ。重い。2匹。ほんとに？ 2 匹か、ビッグか。お、ビッグ。じゃあ。もうそこにぶつけられたろ。やめろって、鱗つくやん。トントン、きた。トントン、きた。はよ、釣れよ。当たった、よっしゃ。ほら、もう釣れとんすよ、こっちは。そんなドヤ顔しても、カメラに向かってドヤ顔してください。でかでか、釣れてなかった。あのドヤ顔しとって、釣れてなかった。おー、釣るね。足りまえやん、おじさん。あのさ、一個しか変わんねえんだから。お前はおじさんだからね、言ってるけど。詐欺おじさん。2匹ついてる？うん、1でした。餌がすぐ取れるね。それがめんどくさいです。カシはね、意外と取れないんだけど、取れないけどね。でも今日は三原下屋のおじさんおすすめシリーズですね。針も、全部そうだよ。針と餌、ポイント、ポイント、すべておすすめで生きております。 MFC。 人に助けられて生きております。おー、入れかかりやん、入れかかりやん。あ、中層に、中層におる。中層？落ち
14メーターのところに対して10メーターとかね。なんで加点が受けできなかったことにしないでよ。おい感動感動とかじゃなくて、なかったことにしないでってゆっくり無言でちゃっと僕の方見て落としたんや。全部見えとるでね。横目で見るのやめてくれ。気持ち悪い。久々にワカサギ来たけど面白いな。でもそれやったらやっぱ何でも、それやったら確かに何でも面白い。マイワシだろうがブリだろうがイカだろうが、ね、それに勝ったら面白くない。一発大物よりも数釣れた方がいいよね。やっぱそれが好きだね僕たち。来た来た来た。反応持ってよ。今やばい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 。今やばいってほら。マジやん。あー来た。綺麗か正確やね。結構すごいよね今。ボトムにちょこちょこっとあるけど。釣れたもんね。さーっと止まってレイカー反応入ったら。さーやん。来たね。え？めっちゃやったもん。来たやった？来たやったね。ピタリや。レイカー、レイカーピタリでしょ。ピタリ。うえー、トリピー。トリピーや。あの。バレたかもしれない。あ、バレた、やっぱ。途中で軽くなったもんね、今。バラしたら釣れないんだよ。出たー、ビードラ成長。おー、ダブリー。いや、なんか釣れんのっつよとか言ってきてくる。でけえの2個久々に来ました。あ、ちっちゃくなっとる。ちっちゃ上に来た。ほんとだ。ウェイ、来ましたばっかや。はい、今日の釣果行きましょう。お疲れ様でした。酔っ払った顔みたいになってる。日が当たりすぎて。さあ、約2時間。もうやってないぐらいですけど。こちらです。どーん。結構いない？おる。ただね、あのなんか竿を出したいでとりあえずワカサギ行こうぜとか言ってなんか来たけど、ねえ、思った以上に釣れたね。サイズもいいしね。うん、行きます。行きます。はい、1 2 3 4 8 9 70匹や。あ、ぴったし。ぴったり70匹。あのすごい嬉しそうな笑顔しやがって70匹も釣れたよ。2人でだけどね。まあ2人でだけど2時間。そう、2時間ないぐらいだよね。2時間ないぐらいでこんなに釣れる。いや、今年やばいよね。やっぱ今年のイルカ池暑いね。もうこれ1日やったらさ、うん、行くよね。やっぱすごい人今さ500とか行ってるじゃんね。ぜひあのレンタルできるんで、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。今日もご視聴ありがとうございました。ワカサギ釣りいいなと思った方は高評価、グッドボタン、ポチッとお願いします。お願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録ボタン押してください。応援よろしくお願いします。ワカサギ釣りのアドバイスをぜひ僕たちに教えてください。コメントお待ちしてます。また明後日も行きたいと思います。頑張ってこれで締めるの？お父さんいいじゃん。いいんじゃない？